流派が違えばなかなか違う流派のような喋り方って難しいじゃないですか。だからコーチングもガンガンプッシュして教え込めるコーチングを、もう僕もコーチ人生がもう20年とかになりますけど、最初の方は本当に説明して分からせて理解させてって、そういうコーチングだったのが、まあ途中からやっぱりこういう課題を与える方にシフトして、まだ積み重ねきれてない感じはたくさんあって、あのもっともっと成長できるなっていう感触はあるんですね。なんで僕はそのまだ自分が完璧なモデルとして皆さんにモデルの練習をしたっていうよりは、今の発展途上の自分の姿を見てもらって、この先にどんなコーチングがあるのか、彼らにどんな成長があるのか、皆さんに感じてもらえたらいいなっていうのが今回の僕の、まあ、この時間のテーマですね。これは日本の育成年代の環境をどう変えていかなきゃいけないかっていうテーマがこのサミットのテーマなんですけど、この世界選手権を見て、あの指導者の言うことをちゃんと聞いてますみたいな選手には世界トップレベルで戦えないっていうのがもうはっきり分かりました。あのバスケットってスポーツはそういうスポーツじゃないです。コートの中で選手が主体的に自分で瞬時に判断し続けて、相手の上を上を行く判断をやっていくようなスポーツがバスケットっていうスポーツですね。でそういうスポーツだからこそ彼らに届けれる成長があるんですよ。彼らがみんな日本代表になるわけじゃないので、でもいずれ社会人になった時に、この先それこそ AI とかがどんどん発展する時代の中で、人間らしさがどれだけ出せるか、自分で考えて自分で判断して、でどれだけ人に影響を与えれるかですね。その指示を出すだけだったら AI でできるんで、でもその人間を働こうと思うとか、もっとやろうと思うとかって心を動かせるのは人間同士のやり取り でそういうことがやっぱりバスケットを通じて育てれるかってことだと思うんですよ。だから僕らが言ったことを言った通りにやりなさいっていうロボットを動かすようなコーチングはやっぱりこの先の時代にも合ってないんじゃないかなって気がするんで、あの日本代表が強くなるっていうだけじゃなくて、子供たちを育成するっていう目線でも我々はコーチングスタイルをあのしっかり考え直さなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなって今は考えてます、はい、なので、2つ目の問題提起は課題を与えるコーチングについての問題提起です、朝やったのは、エクスキューション技術の成長っていうのを遂行力で見てみましょうっていう問題提起です。で明日はまたモチベーションとかリーダーシップのことを少しテーマにしながら、まあアンダー15の レベルでどんなスキル、どんな戦術がいいかっていうのをあの皆さん考えるようにしたらなと思ってます。